あ、こんにちは、皆さん、イトマのイバイです。今日はイトマプロジェクトと日本文化の中で根付いたという概念の焦点を当て、その概念が私たちのプロジェクトにどのように関連しているかを深く探究しましょう。最初、皆さん、この漢字を見たとき、何を思っていますか？この漢字の構造は、門と木から成り立っています。皆さん、少し想像してみてください。忙しい日常から離れて、このドアを開けた瞬間、外の森林を見たとき、その美しさに触れて、安心感やリフレッシュを感じられるでしょうか。つまり、この顔の意味は、静けさ、緑化、忙しさやストレスから離れた状態を表しています。これも日本語ではなくて、一番重要な価値観であって、私たちの営みも重要な可能性があります。現代社会、忙しさとストレスが日常になって、多くの人々がこの髪の瞬間を求めています。そこで、ITOMA プロジェクトは、この髪の価値観を大切にして、現代社会における平和と内緒の瞬間を目指しています。具体的には、まず私たちのこの地域社会での取り組みがあります。ITOMA のこのローカルコミュニティプロジェクトは、例えば、資源の再利用や商店街における利用者と商店主の信頼関係も築くことに取り組んでいます。例えば、このアクシマフードバンクは、子ども向けの廃材を再利用してアートワークショップを通じて、この子どもたちの環境意識を喚起して、収入の交流とこの新たな居場所を作るよう目的としています。私もこのフードバンクで活動して、ビール工房の他のカスを再利用して、パン、クッキーなどの食品を作ることで、資源の再利用や、そしてこのフードバンクの利用者の食生活の向上を目指しています。また、文化の多様性については、このエイスプロジェクトは、まず自分の感情をよく管理するための DIY のパンフレットを作りを通じて、大学生に対して自分の自信を築くためのサービスデザインとか、あとはこのお客さん業におけるもっと責任がある消費行動の促進と、動物保護などの活動に取り組んでいます。または、この高齢者向けのエイジングプログラムとしては、山本男子内における高齢者向けのプラチュー作りとか、運動プログラムとか、こちらの活動を通じて、この高齢者たちがより豊かな日常生活を支えるためのサービスの提案や考察を通じて、おじいさんたちがこの体の精神的な幸福感のバランスを向上させます。また、営みも、優しい職場にも目を向けて、優しいのという職場の環境の作りを取り組んでいます。例えば、このインクルーシブ・エンプロイメント・プロジェクトは、まずは地元の薬局と連携して、障害がある職人たちにこのようなアイデンティティを使わせて、自分の成長力とか考え能力をよく発揮して、この個性的な手作りを楽しみながら、この職場の多様性や多様性も向上させます。ITOMA は、この勘の価値観を大切にして、この勘は ITOMA のプロジェクトの根底にあって、このままより静かで豊かな生活を築くことを仕事としています。皆さん、ぜひ一緒に勘の神秘と、それが私たちの世界をどのように形を作っているのかを深く探究しましょう。ありがとうございました。